中国の俳優ジャッキーチェン70が11日都内で行われた自身の50周年記念映画ライドオン・ラリーヤン監督舞台挨拶で約13年ぶりに来日した。この作品で海外での宣伝は行ってこなかったが、愛する日本のファンのために多忙を極めるスケジュールを縫って電撃来日。登壇するなり皆さんこんばんは、お久しぶりです、映画見たと日本語で挨拶するなど日本愛を全開にした。ジャッキーの日本への愛に一点の曇りもなかった。日本に来るのは容易ではないですよ。6日前はカナダにいた。その4日後にロスに行き、香港に帰って1日撮影して今日来た。殺人的なスケジュールを乗り越えてでも来日したのは、長年応援しずっとサポートしてくれている日本のファンのためだった。そこまで多忙なのはコロナが終わって借金返済している状況。3年で5本に出た。ストップなしと口にしたコロナ禍明けの映画撮影ラッシュのためだった。カナダでクランクアップした作品は空手キッド2と10年のベストキッドの続編を撮影したと明かした。また05年の主演映画ザ・ MYTH 神話の続編も撮影を終えたと説明。先月もう1作終えたばかり。アルツハイマーの先輩の話です。その後広州に行ってパンダを描いた映画 P プロジェクトに出演したとも語った。司会から日本に来て食べたいもの、やりたいことはと聞かれると、日本語でカニ、ラーメン、九州ラーメン、あとわさびねと笑みを浮かべた。この日に続き六本木、池袋で3日間連続の舞台挨拶を行う予定だが、監督と次の撮影を準備していて10月にマカオでクラクインの予定と語る新作の準備もあり、時間はないという。ただ中国の映画関係者の間では、ジャッキーが日程の合間を縫って日本国内で新作のロケハンをするらしいとの情報も流れている。そのことを踏まえてか、ジャッキーは本当に長い間応援してくれてありがとうございます、皆さんのためにも毎年1本くらい出演してまた皆さんに会いに来たいと再会を約束。舞台挨拶の終盤に映画の主題歌青春孤児をせいで熱唱した後、応援してくださいどうもありがとうございますと日本語で挨拶し、女性ファンと熱い抱擁を交わした。ジャッキー・チェン本名陳浩生、芸名青龍。1954年4月7日香港生まれ。狂劇や中国武術で鍛えた身体能力を生かし、ブルース・リー主演の72年ドラゴン怒りの鉄拳、73年燃えよドラゴンに出演。74年タイガープロジェクトドラゴンへの同助賞燃えよジャッキー剣で初主演。78年スネーキーモンキー打拳ドランクモンキー水拳で人気を不動のものとした。79年クレイジーモンキー証券で監督に進出し、80年ヤングマスターで脚本も手掛けた。95年レッドブロンクスが全米興行収入初登場首位を獲得。98年の米映画ラッシュアワーの大ヒットでハリウッドスターとして地位を築いた。血液型 AB。 ライドオン、香港映画界伝説のスタントマンルオジーロン、ジャッキーチェンは怪我で第一線を退き、撮影所に住み込み、借金取りに追われながら相場チーテとエキストラなどをこなす日々を送っていた。チーテが競売にかけられる危機に陥り、ルオは法学部で学ぶ疎遠だった一人娘シャオバオ、リュウハオツンを頼る。シャオバオは恋人の新米弁護士ナイホア、グオチーリンを紹介も、スタントに入れ込むあまり母と離婚し、体を張ったチーテとの危険なスタントに固執するルオを受け入れられない。